日本共産党宮本武氏が大炎上、国会で暴言。共産党の宮本さんが6日に国会において次のような発言をしてしまいました。実際に見ていただきますと、 LGBT についてすいません、チマチョゴリやアイヌの民族主義について述べられたこのブログですけど、最後のところは左翼の気持ち悪さ、恐ろしさを再確認したと。彼らは存在だけで日本国の恥さらしですと、まあ、こう、お書きになったわけですね。で、まあ、政務官には、なぜ私は左翼と戦うのかという、まあ、著書もおありになる。左翼と、まあ、それは、ね、論戦していただくのは結構ですけど、差し詰め、まあ、私は左翼でしょうけど、ね、これは杉田政務官に率直に聞きますが、私は、気持ち悪いですか？それから、日本国の恥さらしですか？杉田大臣政務官。個別でどなたが左翼であるとか、そのようなことはこの場では、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。このようになっておりまして、こちら宮本さん、国会において笑い者になっておりましたが、まあ、自虐ネタのつもりなのかもしれませんけども、まずですね、人様に対しどのような感情を抱こうとも自由でしょう。まあ、ただ日本共産党の場合、暴力革命で日本を滅ぼし共産主義国家を樹立しようと画策しておりますので、恐ろしいと感じる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、日本共産党には、まあ、何と言えばいいんでしょうか、まあ、このようなユーモアのある質疑を行うのも自由ではございますが、まあ、ぜひとも政務官なり大臣なりを追及するだけではなくて、国民のためになる政策に関し、建設的な生産的な議論を今後は行っていただければなと思います。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。